テルキ塾塾長後藤テルキです。あなたは誇りある奴隷ですか？それとも最悪最低な奴隷ですか？今の日本人の多くは最悪な奴隷です。なぜなら奴隷であることすら気づいてないんです。僕は誇りある奴隷です。奴隷の立場だけれども、アメリカに管理されている植民地奴隷国家の立場であるけれども、いつかまともな独立国家として、日本をいい国にしたい。そのために僕は、政治家を目指して日夜戦っております。今アメリカとシナ中国が、世界の覇権を争って戦っています。アメリカがこのまま現状を維持するか、もしくはアメリカを抜かして、シナが、世界を管理する国になるか、それは分かりませんけれども、もしとなった場合、アメリカから、シナに変わるだけです。日本の宗主国は。日本を支配している国がアメリカからシナに変わるか、シナから、シナなのか、アメリカなのか、ただそれだけです。そこにね、日本がどっちにつこうか、そんなことをやってる国でいいんですか？僕は恥ずかしいです。日本がまともな国になるよう、にしていきたいと思っています。でなければ、あの戦争で命を懸けて戦ってくれた、先人に申し訳が立たないと本当に思っております。だから僕も命がけで、日本がまともな国、まともな独立国家になるように、日々戦っています。ぜひ応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。